サイです。ミキです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は YouTuber っぽくサイのドレスのルックブック第2弾をしていきたいと思います。今回のテーマは夏に着たいドレスをチョイスしてみました。それでは行ってみましょう。まずはこちらの赤の花柄のドレス、アナベルというブランドのドレスです。数年前にピアノの子と演奏会をするときに赤をテーマに購入したドレスです。はっきりしすぎていない大きめの花柄がとってもお気に入りのドレスです。続いてはこちらの水色のドレス、母と大学受験のために大阪から東京へレッスンに通っていた時に購入しました。新宿の南口からすぐの音大生におすすめしたい価格帯のリーズナブルなものから揃っている網のドレスです。水色は水色でも濃いめの水色なので大きいステージでも映える色味のドレスです。ぜひドレス選びに悩んでいる方は行ってみてください。最後は先ほどの水色とはまた違う水色のドレスです。銀座9の中にあるドレス屋さんで購入したものです。銀座9の中には演奏会でも着れそうな掘り出し物があり、そこまで高くないものもあるのでおすすめです。これも1着目のドレスの時に話してたピアノの子とお揃いの形で買ったドレスです。このピアノの子と初めての演奏会をする時に購入したドレスです。次回のテーマは秋、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。